皆さん、ビデオ今日はなんと佐々木くんとせんやちゃんの結婚式です。密着していきたいと思います。かっこいいね。めっちゃ体型維持すごくない？太らなかった？すごいですね、やっぱモデルさんは努力がちゃんと。筋肉量が節制してるんだけど食べ過ぎない無理して素晴らしい。日の方いらっしゃいましたらデカプリオ降りてきた間に行くデカプリオ最近見たばっかなんだけど俺人生で初めてここ入りました。格闘が多すぎでしょ。やばいぞ、佐々木とセリーナのキス見たくないんだけど見たい見たい。人生で初めてこういう場所入りました。披露宴は2回だけ行ったことありますけど、サプライズだけ。すごいね、なんか神聖な感じだね。神話の人形です。あなたは
広さをほとんどし、今日の日より神の定めに従い、幸いなことに悲しむことに、しがったり分かつまれたりし、慈しむことを誓いますか。アーメン。皆様、お聞きの通り、誓いが交わされました。それでは、皆様、方法をご覧ください。リングドの登場です。
皆様ご起立ください。新しい夫婦が誕生しました。祝福の学習で2人を送りください。新郎新婦大丈夫です。おめでとうございます。何チャンネルですか？朝倉みくるチャンネル。朝倉みくるチャンネル、お久しぶりです。僕の結婚はいつになるでしょうか？僕の結婚は3年後ですね。3年後。ええー、着実に積み上げてます、段階をね。彼女います。素晴らしい、はい、初めてさ、教会みたいなのが書いてある。お誓いのキス素晴らしいでしょ。佐々木くんギネス記録乗るんじゃない？早く歩く写真を撮らせないって。新郎新婦の友情です楽しんでいってください。
YouTube で鍛えたはずの話術はどこに行ったのだろう。話のご挨拶でした。 YouTube5 年間やってこれです。さて皆様、本日初めてお二人のご結婚を皆様とご一緒に乾杯したいと思います。乾杯のご発声をしてくださる方なのですが、サプライズでここで発表したいと思います。その方ご存知ないんですね。ご紹介しましょう。この方、塗り坊様、お願いします。心臓バクバク。まあ、お二人とは、まあ、僕もちょっと同じ事務所に所属させてもらっていて、MA プロモーションズという、芸能事務所です。はい。で、まあ、あ、佐々木くん、ヒロくんとは、まあ、昔ちょっと YouTube で一緒になって、そこからこう、まあ、あまり無口な子だなと思っていて、でもなんか喋ったらすごいいい子で、で、セリナちゃんはなんか、なんかひょうひょうとしてて、でなんかそのあそうスパーリングやったね、僕がちょっとブレイキングなんていうものに今出てたんですけども、まあそのこう指が折れましてですね、スパーリングで指が折れて、その後にまあ、朝倉のみっくんの無茶ぶりでちょっとスパーリングしたらいいんじゃないのということで、スパーリングして、僕はギブスをつけていたんですけども、それを踏むなんつうのに3回踏むない3回踏みやがって、あこいつはちょっと嫌いだなと思ったんですけども、まあちょっとこう YouTube でコラボしていくうちに、あすごくいい子優しいねっつって、でしかも強いしね、はい、そんな、ヒロ君とセリナちゃん、本当におめでとうございます。はい、じゃあそろそろちょっと乾杯の方を、いきましょうか。すいません、まあ、何それはそんな感じです。はい、それではゲストの皆様ご起立いただきまして、お手元にグラスをお持ちください。ヒロ君先にもサプライズ。それでは、改めまして、ご両家の皆様、本当におめでとうございます。はい、でお二人も本当におめでとうございます。でここにいる、参列なさってる方々も本当もうここにいる時点で皆様は本当にもう勝ち組だと思ってます。はい、皆様さらに勝ちにいきましょう。乾杯、おめでとう。ではお預かりのカメラから先にお願いします。いきまーす、チーズー。じゃあすいません、こちらでももう一枚お願いします。いきまーす、チーズー。 OK です、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。新郎側、朝倉未来様。
今の気持ちですか。そうですね、事務所の社長としてはね、社内恋愛から始まったんで、ちょっと複雑な気持ちがありましたけど、今こうして二人が白瀬様の姿を見ると結果的に良かったんじゃないかなと思ってます。おめでとうございます。ありがとう。では西さんの一言いただいてもよろしいですか。困った時にいつも助けてくださる方って心配されています。お願いします。2人が恋に落ちた時から結構見守らせていただいているので、結婚して幸せな2人を見れて嬉しいです。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせしました。では新郎新婦からのサンプスガイドということで、スプーンを手に取っていただきまして、ケーキを、食べさせていただきたいと思います。今度は元気にありがとうの気持ちを示すってそうですよ、元気なお口上げて。はい、朝倉様は甘いものは好きですか。いや、最近嫌いです。最近嫌いです。じゃあ今日はね、特別ということで、はい、サンプスガイドです。それでは参りましょう。せーの、はーい。じゃあこちらからお願いします。じゃあさあチーズー、もう一枚 OK です。ありがとうございます。皆様大きな拍手をお願いいたします。さあ決まりました。ありがとうございます。食べさせられるか。初じゃん。さて皆様、この後はゴシック扉の向こうにスターダイチェンジに進まれます。では皆様の前をご覧いただいて、そうですね、YouTube で佐々木君が俺のこと好きみたいなキャラが定着しちゃって、いい迷惑でした。本当に好きなんですよね。エスコートお願いしたいということでよろしいですか。はい、どうしましょうか。せっかくなら友情もね、皆様に見せていただきたいと思うので、
第一位でした。お名前を呼びしました。男性の方、松本様、宮島様、和田様。さあ、これですね、シブシックも参加するということで、ということで、全員で8名になるんですね、8名。ちなみに、プレゼントもあるようですので、叙々苑のお食事券があったり、ズワイガニしゃぶしゃぶがあったり、フグ、山形県のこれから甘味フグ、3000円かける2名様分ということで、取りに行っていただきたいと思います。では、わかりましょうか。お願いします。51.9 でした。ということで、おめでとうございます。いい席取るので、僕のライブで仲乗りできるような歌を歌いたいと思いますので、この先本当に僕もね、おじいちゃんになっても歌いたいと思いますので、おじいちゃんおばあちゃんになって、もしも喧嘩した時はいつでも連絡をくれたら、とっても素敵な席を取るので、まあできるだけ喧嘩をしないで世界の国ですが、たまにはもしもダメだと思った時はぜひ連絡してください。歌で何でもできるとは思ってないですけど、歌できっとなんか2人がいい雰囲気になれるような歌をこれからも歌っていきたいと思いますので、連絡してください。本当に今日はおめでとうございます。最後にせっかくなのでもう一曲だけ歌わせてください。聴いてください。コミドジャーの初めて会った日。結構おめでとうございます。いただきました。シンガーソングライターのゆうりさん、いかがでした？本当に感動しました。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。ご心配すごい感動しました。
人形ですよ。なんか歌を作ったらすごく嬉しいです。ありがとうございます。今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。また。素晴らしかったです。素敵ですね。何この豪華な。歌詞も変えてね。うん、素晴らしい。素晴らしい。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。まあ、ここからまだなんか続くと思うんですけど、まあ、この辺で僕たちは終わろうと思います。どうでしたね。まあなんかね、その身内の結婚式っていうのは、まあ、あんま経験がないんで、まあなんか幸せな気持ちになりましたね。まあこれからも僕らがフォローしてね、しっかりと結婚生活を送っていけるようにサポートしたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ご来席いただきありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。楽しかったですか。これからも、僕らのこと、すみません、あのよろしくお願いします。あいつは YouTuber を何も役に立てない。